チャオ、あちゃんです。今日2月の、28日、2月最後の日です。あちゃんの朝ごはん。パンを一つ。はい。朝食パンです。では、作っていきましょう。はい、今日はね、朝食に、何にしようかな。マヨ。あ、間違えた。キャベツに、マヨをここに乗っけましょう。あ、サンドにした方がよかったかな。はい、か。に、ゲンゲの唐揚げ。これがね、美味しくって、昨日食べて残ったんね。ね、美味しくて残ったっておかしいけど、美味しかったんけど、残ってね、残ったちかほとんど子供が食べへんで、今日朝から起きてきて、りょうが、ゲンゲの唐揚げやったんやって、知らんかった。いや、知ってたよ、ゲンゲって言ったやろって言ったけど、昨日とんかつで十分お腹いっぱいだったから食べへんかったんや。食べていいって言うか、ええよ、全部食べてもいいよって。で、食べていってん。で、こんだけ残ってん。だから残りを全部、ピザトーストにしましょう。で、ここにね、チーズ。昨日はね、ゲンゲの天ぷら再活用で、今日はね、ゲンゲの唐揚げを再活用です。はい、さあ、どんな味になるでしょうか。とろっと溶けて美味しいって、あったかい時は美味しかったのに、言ったら、冷えでも美味しいよ。まだ原牛取ったらこうできてよって言うから、オッケーって言うとって、うん。結構うちの子ね、魚とかも好きは好きやね。ただね、ご飯の時に、夜のご飯、ストーブだ。もうストーブ使ってないんだけどね、今日はそんな寒ないから。はい、これ焼きましょう。はい、焼けました。では食べましょう。いただきます。今日もね、ストマト。ストマトジュース飲むとね、なんかね、朝起きがすごく楽になってな気がするんだよね。多分血圧とかが、もう安定してきてるの。血圧なんか病院から測らへん。低いんよね。でも、いただきます。ゲンゲの唐揚げのオープンサンド。これポーチ導入したらよかった。失敗した。あ、オープンサンドでも美味しい。唐揚げでね、唐揚げ本体にクレソル味付けてるから、ソースとかなしにしたの今回。マヨだけ。十分美味しい。またお魚買いに行こう。子供がね、最近お魚多いって文句言うの。お肉が食べたいらしいの。それって食べさせてへんわけじゃない。週に何回かお魚増やしただけのことやねんけど、で、毎日鳥でいいって。トマトジュース、ストマトにしたっていつも飲んでるね。で、でも大体1本買ってきたらこれぐらい持つやろうと思ってたら、減っとったんで、あれと思って、こんな飲んだかなと思って、で、ヒカに飲んだって言ったら、うん、美味しいが、あ、飲むんやと思って。
色はダメやけど、ね、以下は、まあ、トマトジュースのものなのね、飲むねんけど、自分から進んだめの前にね、出して飲みって言ったら飲むねんけど、だから、飲んだらあかんのって、いや、ええよって、飲んでもええねんけどなぁ、言うて、自分から進んで飲むと思わへんかったんやぁ、言うて話しとって。なんかジュースばっかり飲むんやけど、トマトジュース、冷蔵庫かけたら、いつも炭酸水とか入れたんだけど、トマトジュースが美味しそうやったやって、飲んだろうと思って勝手に飲んでんちゅって。美味しかった。で、トマトジュースまた好きやから凍っといてさ、いや凍ったある、めっちゃ凍ったある。飲んでええのさ、ええよっつって。なんでトマト飲むの？トマト、あれ、血をサラサラにして、低血圧をちょっと戻したり、高血圧を下げたりすんねんって言ったら、うち子供もみんな低血圧やねん。朝起きられへんかって。で、病院でバカってもらったら、低血圧やねん。血圧飲んだらいいやん。いった、骨へんのかされた、トマトジュースで飲むのもいいねんけど、おいで、酢ちょっと入れて、飲んだらいいで、かーちょっとだけ量は無理話しとってんの。トマトとトマトジュースは絶対無理やって。で、トマトジュースを熱入れて料理に使ったら好きやね。トマトスープ大好きやね。不思議でしょ。じゃあ思った今、マッチョかね、ちょっと思ってんけど、ちょっと酢強いめにトマトジュースと、で、餃子のタレを、餃子と、餃子と茶は、醤油と酢で餃子のタレ作って、つけて食べるやん。で、そのに、チーズの中に、ニラの代わりに、なんていうの？バジルとか、代わりってことだけど、まあ、バジルの風味足して、足さんでもええねんけど、餃子作って、酢トマトをつけて食べたら美味しいんちゃうかな。酢だけでも美味しいやんか。だから、酢トマトジュースをつけて食べたら美味しいんちゃうかなと思った、今。なんか、餃子を食べたくなって、餃子食べたいなと思った時にこれ飲んだ。人間の顔やった今。ガリガリって言うんだけど、こんなに骨が肩がけちゃうの。皮もちゃんと食べられるから美味しいよ。今度ゲンゲ、唐揚げじゃなく、フライドゲンゲにしようか。唐揚げとフライドチキンの違いは、あれで、唐揚げはチキンに味付けして粉つけてあげんねんって。で、フライドチキンは粉に味付けして、そのまんまチキンをペタペタってつけてあげるんやって。何だかな、チコちゃんかな、なんかしとって、なんか唐揚げっていうのは日本の文化、日本人が作って、鶏とかに、まあ素材に味をつけて、で、要は天ぷらが昔からあったよ。天ぷらって粉を水に溶いて、そこのね、とろりしたものをつけてあげるやん。それをもうちょっと簡素化するのに、素材に味付けして粉つけてあげる。なら早く美味しく揚げられる。だから唐揚げができてんて。
フライドチキンは、何だっけな、なんかのすごい作るのに大変な料理があって、揚げるのにね、ね、それするのに時間かかるから、あの料理人が時短でできるように粉に味付けして、で、その粉、味付けした粉をつけて揚げることで簡単に美味しくできるって言って作ったのがフライドチキン。なんか そんなん言ってたような気がした。だから、ゲンゲコか。ね、もともととろーりしっとりしてるやん。なんか味付けの粉を、バットかなんかに作っといて、その粉をパタパタってつけてあげる、パタパタつけてあげるって言ったら、それは綺麗に衣剥がれやんと、しっとりカリッと上がるんちゃうかなって今思った。ちょっとね、あっちゃんの料理ってね、こんな感じ、なんかこうやってる時にふって降りてくんね、運転中とかお風呂入ってたりとか、とか人と話してたりとか、ほんで8割ぐらいがボツになって消えていくの、誰が他のことしてるから忘れんねん。この時いいと思っても忘れんねん。ごめん、言われた、学校の先生に言われた、って聞いて、あ、いいねって、それいいやん、しようしようって言って、もう次の日あっちゃんそれのことすっぱりペロッと忘れてんねん。ねえ、お前は鳥頭って言われた、散歩歩いた忘れる鳥頭ってよう言われた。今そんな学校の先生言うたらね、めえら問題になるけど、昔は。取り頭って言われる。何言ってもあかんわって言われて、なんかじゃね、そうですね言ってたんで。ある意味それからね、あじちゃんの武器になって、忘れ物したりやらなあかんこと忘れて帰ったりするやん、怒られるやん、取り頭ですから。言っとくね。農家するように、今9時40分に、ゲンゲの唐揚げ、マヨとチーズとキャベツ合うよ、まあ、パンがあるからよくやけど、全然揚げ物が美味しいね、確かにおすましも、煮つけも美味しかった。これを煮つけは骨が硬くてちょっとしんどかったけど、唐揚げとか天ぷらにしたら骨が、天ぷらはね、まあ天ぷらでも骨いけんねんけど、ちょっとまだわかんないけど、唐揚げの方が骨気にせず食べられる、それと何ていうの、唐揚げ欲しいです、ゲンゲは、美味しかったね、でまた買ってくるわ。あんな変なもんね、気にしてへんから見てへん、なんか砂漠気もなかったから丸魚見てなかったか知らんけど、見たことなかった気がするね。今回初めて見て気持ち悪いから買ってみてんけど、どうやって砂漠くんかなみたいな。だからまたね面白いもんあったら買ってくる。
あのタラー変えたかって、あのゲンゲハタハタ味で見つかったね。でもちっちゃいのばっかり、それいっぱい入ってね、ゲンゲも10匹ぐらい入って、ハタハタも10匹近く入ってて、アジも7、8匹入ってて、全部さばいとったらもう大変で、それだけでも大変やのに、まあそこに魚増やしたらいつ食べんのってなって買わへんかってんけど、タラ1メーターぐらいあるタラね、あれがね680円やった確か、480円やったかな、いや680円やったような気がする。あれ買ったらよかったなと思って、うん、まだ今度そんなんもチャレンジしてみます。ちょっと大きい魚もチャレンジしたり、うん、でも高いよね、あのマダイでもあっちにつまがってくる、これぐらいのマダイあれで十分うちね、お刺身にしたらもう十分うち家族さんに食べられんねんけども、それでね400円500円ぐらいでしょ、マダイで。で黒ダイチヌとかやったら380円ぐらいだけど、これぐらいになるとね、なんぼ30センチぐらいになるとね1900円とか2000円ぐらいになるね。金目鯛も1000円、これぐらいの金目鯛やったら800円ぐらいだけど、これぐらいの金目鯛やったら2000円とか3000円すんねんね。だからもう2、3000円出したらねちょっとどうかなと思って買わへんねんけど、まあそれはそれでいいんです。する値打ちあるんやろうけどさ、うん、だからでもねもう最近ね綺麗におろせるようになってきたから、結構高いお魚でも無駄なくさばける自信ついてきたから、うん、大きいのもさばきたいね実は、うん、やっぱりねあのサゴシこれぐらい60センチ級のサゴシとか1メーターないかな7、80センチ級ぐらいのタチウオさばいたらもうなんかすごい自信ついた大きいでもまな板からはみ出してもなんとかなるわみたいな。あとねあのこの横にむにゅっとしたやつ、なんちゅうのあのハゼみたいなやつ、コチか、うん、コチとかさばいたら変な形の魚でもなんか平気になってきて、でゲンゲみたいなぬるぬるさばいたらもうなんか何でもできるような気がしてきた。だからマグロやっぱり いつかマグロさばきたいなって思うと、ねあのこの前コメント欄でクジラさばいてって書いてくれとって、うん、クジラ面白せん、クジラね多分ねなっちゃんの手には負えへんと思うね、あのもう包丁じゃなくねナタとかノコギリでいかんなと思うんだけど、それはそれであの多分内部構造は魚も一緒やからさばけると思うから、うん、あのブツがあればさばいてみたいで昨日ねあのおすすめに上がってきたのが赤マンボウさばいとるおじいちゃんがおってん、軽トラの荷台の上で27キロ級のこんな大きなマンボウおじいちゃんがさばいとって、もう結構ゴリッゴリッゴリッとどうなったの、ね、で皮硬そうやったん、身がふわふわして柔らかそうやって、でそのもう三枚におろすんじょうで角切りにしてこうブロックにしてブスブスブスって切ってポコンって取り出して、まだブスブスってポコンってブロックごとに切り取ってやっとったけど、赤マンボウさばきたいな、面白いな思って。でもマンボウはね寄生虫だらけやねんって、もう生きてる時から寄生虫だらけやから、あのマンボウの身は気ぃつけなあかんらしいねんけど、うん、でもマンボウ美味しいねんで、プリプリしてほんまにね、フグの白子みたいな身で淡白で美味しいねん。でマンボウ、紀伊長島の道の駅でマンボウ食べられんねんね、それを食べに行ったもん、おマンボウ言って怒られたけどなあ、視聴者さんにね、もうおまんぼう言うと怒られたけど2回言わんでって、うん、で、うまんぼうみたいな思って言ったら怒られて、まあ、なんでもいいんだけど、まんぼうとチョウザメやったかなと、なんか変なもんの串打ってね、もうそんなん見たらついつい食べたくなってね、あわやから、うん、まあそんなこんなでね、そういう面白いもん見つけたらまた食べたり、取り寄せたりしたいなと思ってます。でいろんなお魚さばいていきたいと思ったあっちゃんでした。はい、ということで今日のあっちゃんの朝ごはん、9時45分や、46分だったやねんけど、またね、今日のあっちゃんの何や、ゲンゲの唐揚げのオープンサンド、よかったよと思ってくれた高評価を、応援コメント、チャンネル登録して、これから見てくれたら嬉しいです。ポーチドサンドにしたらよかったかなと思ったけどね。オープンサンドはオープンサンドで美味しかった。はい。ということで、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。では、またね。バイバイ。
今日も一日よろしくね。